はい、こんにちは。炭酸美容家、高橋ひろみです。今回は40代になったら絶対始めるべき炭酸美容というテーマでお話ししていきます。突然なんですが、私は40代は体の健康、美容にとってとっても大きな節目の時期だと考えています。皆さんの中にも実際に40代以降になって急に目立つシミが増えてきたとか、目元のシワが気になるようになってきたという人も多いんじゃないでしょうか。それは更年期による体の変化によるものかもしれません。実際30代までは若さの力で大丈夫だったケアも更年期に入ってくると通用しなくなるというような話もよく聞きますよね。皆さん実感していると思うんですけど、加齢による影響って本当にバカにできないんですよね。私も鏡の前で自分の変化にがっかりした経験が何度もあります。でもね、諦めちゃダメですよね。だって40代50代でもすごく肌が綺麗な人っていますよね。本当に自分と同じ年齢なの？と感じた経験もあるんじゃないでしょうか。つまり大事なのは正しいエイジングケアをコツコツとやれるかどうかっていうことなんです。そこで今回は40代以降の女性がいつまでも美しく、むしろ今まで以上に綺麗になるために更年期の肌トラブルにかなり有効な炭酸美容についてお伝えします。実際に敏感肌でシミやたるみがひどかった50代後半の方が炭酸美容を始めて明るいツルフワ肌を手に入れましたというお声もいただいているんです。冗談抜きで救世主と言っても過言ではないんです。今回は更年期によるエイジングサインがなぜ起こるのか、そしてそんな更年期のトラブルに対してなぜ炭酸美容を始めるべきかをお話ししていきます。もし更年期の肌ケアで悩む日々から解放されたい、綺麗な自分で居続けたいと思っているなら、ぜひこの動画を見て私と一緒に炭酸美容を始めましょう。このチャンネルでは40代以上の女性を対象に炭酸美容を中心とした美容情報をお届けしています。絶対に年齢を理由に美しくいることを諦めないでくださいね。そして最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録を今のうちにお願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。まずは更年期にとって体にどのような変化が起こるのかを紹介していきます。そもそも更年期というのは厳密には人によって時期が変わってきます。一般的には閉経のタイミングを境に前後5年ぐらいが更年期というふうに言われているんですよね。ちなみに日本では約350万人もの人がこの時期に当てはまると言われているんです。そしてこの時期に体にどのような変化が出てくるのかというと、主に体内で生成される2種類のホルモンが減少していくっていうのが大きな特徴です。まず1つ目がエストロゲンという女性ホルモンですね。このエストロゲンってかなり重要な役割を持っていて、活性酸素から細胞を守ったりとか、シミの原因となるメラニンの生成を抑えたり、肌の潤いを保ったりしてくれるんです。そして2つ目が成長ホルモンですね。このホルモンは肌のターンオーバーを促し、肌を保湿するセラミドの産生をサポートする役割を持っているんです。そしてこの成長ホルモンが減少すると肌のターンオーバーが乱れやすくなって、シミやシワができてしまう原因となります。つまり加齢によってこれらの2種類のホルモンが減っていくと、今までお肌を守ってくれていた鎧がどんどんなくなっていくっていうイメージですね。それによって気になる小じわや顔のたるみ、そして深いほうれん線といったような肌になってしまう。でも結局更年期になって私たちの肌に何が起きてるのって混乱してしまう人もいると思うんですよ。なので分かりやすく言うと、一番のポイントはターンオーバーが乱れてお肌がとてつもなく乾燥しやすくなっているっていうことなんです。これはしっかり覚えておきましょう。肌の乾燥が進んで干し布団みたいにこうシワシワになってしまうのは皆さん嫌ですよね。だからこそ40代以降のスキンケアは乾燥を防ぐための保湿が今まで以上に重要になってくるというわけです。ここまで更年期になると肌がどのように変化するのかということをお話ししました。そしてそんなターンオーバーが乱れ乾燥しやすくなった肌に対してうってつけのケアが炭酸美容なんです。
炭酸美容って聞いたことあるけど一体何って方もいらっしゃいますよね。炭酸美容とはその名の通り炭酸ガス美容のことで、二酸化炭素が水などに溶けているものを使って体や顔をケアすることを指しています。一番わかりやすいのは炭酸水です。この炭酸水ってただの水ではないんですよ。炭酸ガスが溶け込んでいる水だからこそ美容効果があるんです。この動画では詳しく説明しませんが、炭酸美容についてもっと知りたいという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。さて、この炭酸美容の効果はいろいろあるんですが、その中でも更年期の肌に効果抜群なのが血行促進によるターンオーバーの正常化です。というのも、炭酸ガスは分子が小さく、肌にのせるとそこから直接毛細血管に入っていきます。するとどうなるか。血管に入った二酸化炭素は老廃物として見なされ、体はその老廃物を押し流そうとします。そのため血管が広がって血量が増えて血流が良くなるわけです。血流が良くなると肌の代謝が高まって、ターンオーバー、つまり肌の生まれ変わりのリズムが規則正しくなるんです。その結果、肌に潤いを与え、ツルフは肌へと導いてくれるというわけなんです。先ほどお話しした更年期によって肌のターンオーバーが乱れ、乾燥しやすくなるという特徴にど真ん中からアプローチできるのが炭酸美容なんですよね。さらに炭酸美容の優れている点として、皆さんもご存知かもしれませんが、炭酸水として飲んだり、炭酸風呂に使ったりと様々な方法があります。スキンケアだけでなくて、全身のケアやインナービューティーにも役立つ炭酸美容を取り入れるっていうことは、一石二鳥どころか三鳥四鳥にもなり得るんですね。そして炭酸美容を始めるのに遅すぎるっていうことは決してありません。最初にもお伝えしましたが、50代後半の女性が炭酸美容を取り入れたことで、潤いのある綺麗な肌を手に入れています。更年期の肌トラブルで悩んでいる方、炭酸美容をしたことがなく気になるよっていう方、少しでも迷っている皆さんは、ぜひ今すぐ試してみてください。もちろんね、個人差はあります。だけど、炭酸美容を諦めずにコツコツ続けていけば、本当に大きな変化を実感できるはずです。いかがだったでしょうか。今回は40代50代の女性の誰もが悩む更年期の肌トラブルについて、そしてそのアプローチとして炭酸美容のご紹介をさせていただきました。更年期に入ると2種類のホルモン、女性ホルモンと成長ホルモンが減少します。そしてお肌はターンオーバーが乱れて乾燥しやすくなって、これがシミ、シワ、たるみの大きな原因となっていました。そんな肌悩みに私が強くおすすめするのが炭酸美容でしたね。まだ炭酸美容をやったことがない方、迷っている方、私と一緒に始めてみませんか。始める前と後ではきっと大きな変化を実感していただけるはずです。最後に一つ、更年期による体の変化は誰にでも起きうるものです。これを避けることはできません。でもね、だからといって諦めちゃダメなんです。この動画を見てくださってる皆さんは、綺麗で居続けたいとか、今より美しくなりたいと思ってくれてる方々ですよね。私はそんな努力をし続ける皆さんが綺麗になるためのお手伝いを、炭酸美容という手段で一緒にしていきたいと思ってるんです。今回の動画があなたの美容のためになるなと思ったら、高評価ボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じで私のチャンネルでは、40代以上向けの美容をテーマに、様々な美容法やお役立ちアイテムをご紹介しています。なので、こんなテーマを扱ってほしいなどありましたら、どしどしコメント欄でお知らせください。またぜひチャンネル登録をしていただいて、過去の動画を見ていただいたり、最新の動画もチェックして、あなたの美容にぜひお役立てください。それから LINE でもね、ぜひお友達になってほしいです。手作り炭酸化粧品の作り方、レシピをプレゼントしていますので、概要欄もぜひ覗いてみてくださいね。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。